日本千葉県市原市鶴舞鶴舞は、千葉県市原市南部の地名。郵便番号は2900512。明治初期、東東海国浜松藩から移転された鶴舞藩によって、新たに藩庁所在地として建設された地区である。市原市の南部に位置し、南宋地区に属する。かつて、霧木台、鶴舞台と呼ばれたように、 標高100メートル前後の大地上の地形であり、数ず鶴舞駅のある南西側の池和田との間には40メートルほどの標高差がある。小学校や郵便局のある鶴舞の本体は鶴舞交差点を中心とした時に北東に奥の東に、水沢、南西に田を西に池和田と接し、北西で石川と入り組んだ形で境界を接している。本体の西方には 石川、下、八田、高古殿などに囲まれて、飛び地が点在している。鶴舞大蔵や団地の一部やシリング大宝石の終焉、鶴舞交差点から直線距離で約3キロメートル離れた、市原特別支援学校鶴舞風の丘分校の敷地も鶴舞の飛び地である。江戸時代には、市原郡石川村の一部で、霧木原あるいは霧木台と呼ばれる。 大地上の甲武地であった。明治2年2月、元浜松藩主であった井上正直は、上佐の診療地に到着し、羽生郡長南宿に仮藩町を置いた。しかし、藩主とその家族2000人余りが移住するにあたり、長男は手狭と見られたようである。藩町を置き藩主の住居を建設するために、注目されたのが甲武地の霧起源であった。 同年2月12日付で、切り木払いの庁舎増営願いが長居されている。藩籍奉還後の明治3年4月に、藩庁、知事邸や班式宅が完成。藩庁は陣屋であったが、井上家は城持大名であったために、鶴舞城と交渉した。こうした成立から鶴舞を、日本最後の城下町と称することがある。鶴舞という地名は、 鶴が翼を広げたような地形から命名されたという。ただし、もともと鶴舞谷という地名があり、これをとって、霧り木台全体を鶴舞と命名したという説もある。明治4年、廃藩地権によって鶴舞藩は廃止された。藩町跡地には小学校が建てられた。鶴舞は本格的な町づくりが行われたという表もあり、1889年の 上佐国町村市には、村は市がいたりと記されている。上佐国町村市によれば、人口1732人時点の調査というを数え、市原郡に役場鶴舞出張所や、千葉警察鶴舞文書が置かれていた。1889年の町村政志向に際し、鶴舞村は、周辺の村と共に鶴舞村を発足させ、1891年1月には、 鶴舞町となった。軍内では、軍町所在地の八幡田町に次いで2番目に調整を行った町である。1910年には、市原軍立市原実家高等女学校が置かれた。1954年、昭和の大合併に伴い南総町に含まれることになり、1967年に市原市へ編入された。 2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区の最寄り駅は小港鉄道線の数差鶴舞駅である。ただし駅は本地区ではなく池和田に所在する。1925年の開業当時の駅名は鶴舞町駅であり。 自治体としての鶴舞町が消滅した後1958年に、上佐鶴舞駅に改称した。近隣の田尾には、市原鶴舞バスターミナルがある。近隣の山尾川には、首都圏中央連絡自動車道の市原鶴舞、インターチェンジがある。ありがとうございます。